はい、こんにちは、レイです。今ですね、カシオの新しいコンデジ EX-ZR4100 のちょっとテストがてら福知家の車窓からをやってみてます。今友達家にちょっと物を届けに行って、その帰り道、下道、住宅地をグリグリ走って迷子になり気味なところなんですけども、先ほどですね、駅前通りがかったらですね、いる風がこうフューッとね、フューッと吹き抜けて、とある女性の方のスカートがパッとめくれまして、パンツ見えまして、表向き言っちゃいけないけど内心あざーすってなるよね。表向きは言っちゃダメなんだけど、心の中ではありがとうございますってなるわけですよね。こういうことやってるからね、僕のチャンネル女性の視聴者の方が全く増えないんだよね。僕のチャンネル90何パーセント男性だからね。だから男子トークでいいよね、まあ、バイクはね、汚い、辛い、苦しい、遊びだし、いやまあそれでもね、女性でバイク乗りの方もね、今世間にはたくさんいらっしゃって、たまたま僕のチャンネルには皆無なわけですけども、まあ、女性ライダーにとって参考になる内容何も発信してないですしね。うちの奥さんもバイク乗るんですけど、僕と一緒でバイクに乗る仕事をしていることもあって、なんか多分僕よりね、試乗経験、車種の数では多いんじゃないかな。僕はフラッグシップとかスーパースポーツとか高級会社とかが仕事多かったので、そういうのは詳しいんですけど、そうじゃないモデルっていうのはあんまり経験がないんですよね。ということもあって、スクーターインフレをガチで知らなくて楽しくてやってる感じなんだけどね。いつもですね、福知家の車窓からを撮ってる時は、本当に YouTube 始めたばっかりの時は、iPhone7 のインカメラでマイクなしでそのままでやってたんですけど、なんかね、ブレ補正を編集ソフトでかけた時になんかね、失敗すんのか画面がなんかこううにょ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 ってしちゃうんだよね。で、あと音があまりに取れなくて、すげえ声張ってたんだけど、めちゃめちゃ声張ってたんだけど疲れるのね。で、それで、まあ、ヘルメットにカメラをマウントしたいこともあって、アクションカメラを一つ、ソニーのアクションカムを使うようになって、これ車の中でも広角でいいんじゃねえのと思って置いてみたら、やっぱすごい便利 でやっぱそれも画質は、ソニーのアクションカム画質はもう究極的にいいんだけど、電子空間ブレ補正だっけ、もう世界一の性能なんだけど、音を取る性能が弱くて、で音だけ別の機械で取って、後で編集ソフトでガッチャってくっつけてるんだけどさ、このカシオの EX-ZR4100 も画質はいいね、これ使い勝手がいい、使いやすい。あとブレ補正、これ今ね最弱の状態で使ってる、全然いい。なんか気軽にパパッと動画撮りたいとか、自分喋りのこういう YouTuber 用の本当に入門的に使えるカメラだったら、もうすごいね、全然高い超高級機種なんか今いらないね。今ただ音は超絶弱いから、別の機械で音取ってこの間合わせてみたり、単体で喋ってみたら、やっぱり音はちょっと集めきれてなくて、まあ、それを今福知家の車窓からで使ったらどうなるのかなっていう実験をしてございます。さっきですね、あれが俺どこで曲がるの、ここで曲がるの、ここですか、ここですか、ここでした、ここで曲がるそうです。さっきコーラ買いました。コーラさ、悩むんだよね、この350じゃさ、こんな一瞬でなくなるから、500ミリ欲しいんだけど、500ミリ缶の自販機って多くないよね。うまっ、すげえうまい、うまっ。やっぱスタンダードのさ、赤いやつが一番いいね、最高。昨日どっかの自販機でジュース買うときに、あ、コンビニだ、コンビニに行って喉渇いてジュース買ったんだけど、コカ・コーラのレモン入ってるやつあるじゃん、パッケージに黄色いライン入ってるやつとか、ああいうちょっと変化球系のコーラってあるじゃないですか。で、僕はね、もう分かってんの、
僕の好みはスタンダードの赤コーラが間違いないって僕は知ってるんだけど、分かってて買っちゃうんだよね。なんかさ、チャレンジじゃないんだけど久々に飲んだら気分転換になるかなとか、だけどやっぱりまずいとは言わないけど、自分の好みが赤コーラだから、それ以外のものはちょっとね、まあ、後悔することはない、そこまではないんだけど、コカ・コーラゼロは単純に大嫌いなんだけど、それ以外のコーラはまあまあ比較的飲める方かな。まあ気分転換と思って飲んでるから、そこで一回振り幅与えることで、また家帰って赤いコーラ飲んだ時にやっぱこれだよってすごいホッとするんだけど、バイク遊びもそういう振り幅大事ね。ちょっと無理やりな例えだけど、なんか最近バイク乗る時に自信がないみたいな、なんかサーキット走行会を仕事で行くと、参加者の方と話すると、なんかすっごい悩んで固まっちゃってる人とかいて、でどうしたんですかって言うと、いやなんか今日うまく乗れなくてっていう時に、まあその方はどういう悩みなのかわからないんだけども、まあそれが仮にアクセル開ける方向の悩みだとするならば、まあ単純にタイヤが劣化してきててトラクショングリップが出なくてトラクション感じにくいっていうことがあるかもしれないけども、それがただ単に精神的なもので、久々のバイクでバイク寝かすのが怖いとかだったら、一回オフロード行くと、オフロード行った後のロードはね、もうね、気持ち最強になるからね、何この鬼グリップみたいな、何でもできんじゃんみたいな、あの普段ロードで遊んでる人、公道で遊んでる人が慣れないオフロードの場面行くと、もう滑って怖いし、フロントブレーキ握りすぎたらフロントサクっていなくなるし、だからなんか自信ない時にちょっとオフロード挟んどくと、僕はすごいいい気分になれますね。あー、今月モトクロス行きたい。ちょっと山下明和さんと小林蓮さん先輩2人誘って行きてえな。ずいぶん前に山下さんと蓮さんと一緒にしどきモトクロス行って、それの動画 2,3 本かな、なんとなく作ったのが再生リストのどっかにありましたので、概要欄にリンク入れておきます。なんかオフロードとかしどきに興味がある方ご覧になってください。なんか思ったより今日天気いいな。はい、ということでカメラテストこれだけ喋れば十分かな、ということでまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。